名前読んでいきますね。博多の店長さん、ひろやさん、瀬戸京太郎さん、浜田さん、健信さん、水さん、ともくん、ケータさん、ライトポールさん、サムキさん、ユージさん、ともくん、ツキーさん、ライトポールさん、真空圏さん、ひろやさん、イギータさん、ロコポコさん、チカさん、しんちゃん、ジッポさん、長谷義信さん、勝俊さん、ケンイチさん、ナッカーさん、B さん、ゼロさん、なめなめ社長さん、台湾のゴさん、ヒロケイさん、アワちゃん、アツシさん、コジさん、D さん、ダイちゃん、ポムさん、シガーロータスさん、サムさん、おじゃまるさん、サリスナーさん、ヨシキさん、ユリマルオシさん、ヨシイサさん、タナゴさん、こんばんは。やめてない皆さんもこんばんは。そう、コントことつけてないからもうね、この辺でねコメントが見れないから、こういう手で見てることが多いかもしれない。そう、すごい。そしてこのちょっと暗い色を着てるからめっちゃ顔がピカーンなる、今日反射がすごいけど、まあ許してください、許してちょんまぎそう、今日はね、そう今日はね、何話そうと思ってたんだっけな。そう今日はね、あのお祭りがね広島でやり始めてて、そうそれでね、さっき妹ぴよちゃんがリンゴ飴じゃなかった、いちご飴をね買って帰ってきてくれて、それをもぐもぐしてました。もぐもぐってしてました。そう久しぶりになんか屋台のいちご飴を食べたんだけど、なんか一番上に乗ってるこのいちごの部分のいちごがすごいでっかくて、もうこんぐらいある、こんぐらいあるいちごの飴でね、すごい美味しかったですよ。そうタワレコ行ったらひなちゃんいました。それは本人か本人じゃないよね、置いてあったのかな。そう置いてあったか、ポスターで飾ってあったかな。ありがとう見てくれて。そういっぱいたくさんサインも書いたので、いろんなタワーレコードさん見に行ったりしたらサイン入りのポスターあると思います。そうもう行ったかい、みんなは。いちご久しぶりに聞いた、確かにこのなんだ季節はクリスマスになったらね、いちごのケーキがいっぱい売ってあったりするけれども、なかなか売ってないよね、やっぱ3月とか4月とか売り始めますから。そうなんか今何のフルーツなのかなと思ってさ、こう見たりするけど、すごいシャインマスカットとか多くない？めっちゃシャインマスカット、そう美味しいけどね、やっぱいちごが好きだねそう、フルーツ飴の中で一番何が好き？もちろんいちご飴ね、よく見るよね。そうでも秋といったらやっぱりお芋のスイーツが食べたい日なの。芋スイーツが食べたいよ、芋しか硬いよ。うん、ね、芋好き
しいも好き、干し芋も好き。なんか食物繊維が豊富で、なんかダイエットにもいいみたいな、満腹感が得れるみたいなやつを見て、ますます好きになっちゃう。そんなの美味しいけどね。スイートポテトいいね。スイートポテト食べてないの、まだスイートポテト食べなくなってきた。スタバのめっちゃ美味しかったよ。そのなんかさ、今ハロウィン仕様のやつとハロウィン仕様の前のやつどっちも飲めたけど、どっちも美味しくて、そう、聞いてほしい。今度スタバで11月から発売されるのがいちごだったんですよ。皆さん拍手。絶対飲みに行く。もうたまらない。もうひなの行動力100で動きますね、これは。そう、100で動くよ。100で動いちゃうから、いちごの時は。やばいから、本当にめっちゃ美味しそうなんだよ。しかもなんかいちごとチョコとなんかホイップみたいな、すごい、もう最高じゃないかなと思って、あ、これ来たと思って、もうこれはすぐ行きます。そう、やばい。やばいやばい。うんね、クレープみたい。確かにいちごとチョコとホイップ、クレープに入ってそうな。めっちゃ楽しみなんだけど。でもあとね、28日か、今日でも言うて4日後、もうちょっとだよ。楽しみ。そう、いちご好きのひなちゃんは飛んでいきます。スタバさんに飛んでいきますので、よろしくお願いします。そう、すぐ売り切れるじゃん、なんか新作スタバみたいなね。辛いから、やっちゃん朝ごはん食べない人。どうなる、起きた時間に食べてる。起きた時間1、2時間後ぐらいに食べたりすることが多いかも。でも言うて、もうすぐ寝ないといけないって時はたまに食べたりするけど、だいたい起きて1、2時間後ぐらいに食べる朝ごはん。ご飯、ね、そうだから朝昼一緒っていう時もある。どっちもある。朝食べて昼食べて夜食べない時もあれば、朝昼みたいな感じで食べて夜食べる時もあるみたいな感じ。この大体なんかあまり3食食べないかもしれない。2食食べてるかもしれない。大体。不規則やろ。でもアイドルしてたらね、不規則な生活になってしまうんですよ。これが大変なんだ。朝からステーキいける、それはすごい。朝からね、ちゃんとね、ホットミルク飲んでる。
最近は本当にホットミルク飲んでる。ホットミルクを飲んでパンを食べて満足してる。あー美味しい。すごい可愛すぎる。ありがとう。可愛い。美しいな。クシちゃんは暴れてない。多分暴れてない。あ、そう、新メンバーオーディションで注目してる人いますか？いや、注目してる人みたいな感じの子はね、いないんだけど、そう、でもすごい、ツイッターを見てね、あ、すごいみんな可愛いなと思って見ました。すごいみんな夢を持って、そう、入ってくれるの、すごい嬉しいから、やっぱ夢を持ってて好きだなって思いましたね。ね、大変だからね、やっぱアイドルになるっていうのはとても大変だからさ、そう、みんなのことを応援したいよ。ねえ、リプ編チェックしとる？してます、もちろん。そう、しかもそのスタバの新作とかさ、なんかなんとかの新作みたいなので、いちごがあると結構なんかリプ編を見てたらなんかすごい、なんて言うんだろう、ひなちゃんこれ見てみたいなのを見たりする。よくいちごが普通になんかやってるよみたいなのをみんな教えてくれる。ひなちゃん見たい、いちごって教えてくれるから、あ、ひなもあすごい美味しそうってなって頭の中にインプットされる。そうとか、ひながちょうどそう、なんかこういろいろさ、なんかさ、なんだろう、インスタとかのさ見たりさ、ツイッターとか見たりしてるときにこう流れてきて、あーこれ美味しそうだなと思ったら、みんなもひなちゃん見てって教えてくれたりして、あこれひなも見たいよみたいな、そう思いながら見るときもよくある。うん、スタバのツイッターフォローしてる？フォローしてます。フォローしたらね、フォローされた。スタバのツイッターさんをフォローしたらね、フォローしてくれました、ひなのこと。嬉しい。スタバ常連、常連っていうかスタバ新作大好きマンなので嬉しい。うん、両思いになれました。うれぴよ、すごい今日前髪がない、一周前髪でね活動しておりますね今日は。うんうん、そうね、30日お話し会楽しみだね。水も滴るいい女ですか、わからない。今日はツイッターにユニバに行って、もうすっごいびしょびしょになった時の投稿したんですけど、でもなんか本当に面白かったなって今思った。うん、そういうのもやっぱり思い出になりますよね。すごいびしょびしょになったなみたいな。
テンションが表情に出た。本当にめっちゃ悲しいって顔してた。あれ今日金曜ロードショーだっけ。あ、まあ実は明日か。明日見ないとだね。そう、会いたいなちゃんに。本当に待ってるよ。いつでも待ってますけどね。ひなはそう、うん、見るのみんなも。バイオレットちゃん自動式人形のバイオレットエヴァーガーデンです。ホテータンド坂道グループイコールケイさん、クマありがとう。クマかっこいいよね。少佐キュンときちゃう。乙女乙女になっちゃう。ひのちゃんがバイオレットちゃんはもう信じられないほどの可愛さ。うん、やばいよ。みんな見て見て、見たことない人。え、めっちゃ可愛いやんこの子って思うよ。うん、なんだろう、そういう戦争とかのさお話じゃん。だからこうなんかもう胸がこううーってなるところもいっぱいあるからね。持ってかれる。うー見るな。ひなもよの録画しよう。絶対録画するし見たいね。え、11月アナ雪あるの。マジか、嬉しい。ひなのアナ雪の2見れてないんだよね。アナ雪の2かな1かな、それどっちだろう。え、めっちゃ美味しいんだけどテンション高くなっちゃう。うんありまーす。どっちもいるの？やだー、湧いちゃうそんなの。めっちゃ楽しみだ。ひなはワン大好きなのよ。ワン大好き、何回も見た。うん、そう、ディズニー系で一番見たんじゃないかな。え、どうだろう。うん、でも本当にいっぱい見ました。うん、渋谷ノート、渋谷ノートは11月ですね。そう、ハロウィン、ハロウィンの日公演だよ。公演、公演、うんうん、ねえ、嬉しいね。なんかあんな独り言で語る感じならあんまりテレビで披露できんなかったので、そう嬉しいですね。渋谷ノートはですね、大好きな人の時に出たことがあるんです。懐かしい。覚えてる？嬉しい。
見てくれてて嬉しいよ。ありがとうね。そう、楽しみにしといてください。ひなも楽しみです。ドキドキして、ドキ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 、やばい、横揺れが止まらなくなってる。止まってうん、大好きな人が一番好きな曲なの。おお、いいね。ヘタレたちをも好きになってくれよ好きになってくれよなね、暗示にかかりそうなぐらい揺れてた今。うん、うん、うん、催眠術にかかりました何の術や。推しガチャやった、やったよ、全部揃えました。ちゃんと全然 UR が出なくて、あーもう出ないかもしれないって思った時の最後の10回目の最後に出た思わせぶりなんだから、 UR 名、 UR 名思わせぶりなんだからな、本当に。ね、回転寿司屋行ったらヘタレットネモハモが流れてた。分かってるね最新曲の2曲を流すの分かってますね。そう、よっ、あ、うん、ね、全然出なかったね、もうダメかもと思って当てました。そう、今日はちょっと並べました。並べたよ。あ、そういえばここに置いてあるね、このクッション買いました。モコモコの白、なんかちょっと収まりきってないうまい具合に収まってない感じのピンクとゴールドにしました。なんかよく分かりづらい、こんな感じ。あとイチゴって感じにしましたね。そう、ずっとなんか夏みたいな感じのものを使ってたので、はい、すごい白ね、飛ぶけんね、何が何だか分かんないんだけど、こんな感じ。ここにね、なんかぽよぽよみたいについてるの四つ端にモコモコです。モコモコ、白飛びすごいけど、なんか服珍しい。そうなのよ、レッスン着みたいな、レッスン着、いつもレッスン着こういう感じなんだけど今日はレッスン着です。はい、うん、買おうかなと思ったけど、そう、まあいいかってなっちゃった。リプもよいしょ、痛い、あ、下はパジャマです。
そう、この間ね、買ったって言ったパジャマこれしましまのやつ、おばちゃん、めっちゃかわいい、ありがとう。あ、そう、三つ編みしてきた、これよく覚えてんね。え、怖い、みんな記憶力怖いなんで覚えてたの、そんなことある。すごいね、記憶力が天才か。みんなは頭がいいんだね、きっと。天才になりたいいや、なかなか覚えれんよ、こういう何々の時聞いてたやろみたいななかなか覚えれんやろね。去年ぶりぐらい来てるもんだって。そこまででもないわかんないよ。ソルメイトさん、クマありがとう。くま、うん、IQ3 です。バーブじゃん、バーブがいる。なっちゃんも記憶力ありそう。いや、今ね、三つ編みのって言われてさ、一瞬分かんなかったの、なんだろうと思ったんだけど、あ、確かに着てたわと思ってそう、そんなになかった記憶力が。好きな人のことは覚えてるもんない。ちょっとキュンとくる、それはキュンとさせてこないでそろそろ牛死に行くよ、うん、危ないからね。あんまりひなちゃんキュンとさせるとそろそろ牛死に行っちゃうかな、うん、危ないよ抑えられない。うんうん。ギュースに来られたら逃げる。悲しい。悲しい。でも逃げた方がいい。確実に。要注意人物すぎる。うん、確実に逃げなさい。わーって行くから。ね。急いで逃げてくださいね。そういえばさ、最近あのネットフリックスで有名なちょっと前に流行ってたんだけど
分かっていてもっていうドラマを見始めました。そう、見たことある人いるかな。すごい面白くて、でもまだ3話ぐらいしか見てない。そう、イカゲームはもう見た。流行ってる時よりはちょっと前ぐらいに見た。うん、すぐ見たけど、そう、韓国ドラマなんですけど面白いですね。キュンキュンする。キュンキュン、キュンキュン、キュンキュン。ひなちゃんとだるまさんが転んだして。強いよ、いいのは。だるまさんが転んだみたいな感じでやるからね。フェイントかけていくから。傾きに苦手そうだね。傾きでね、三角以外も選んでしまった場合は日のまま即脱落する。じゃあこんばんは、こんばんは。みんなもね。ネットフリでおすすめのほら、そう。そのイカゲームと似てるやつだったら、今際の国のアリスは面白かった。面白い。うん、でもカンドラ初めて見るかもしれない。ってことあったっけな。ないかもしれない。受かっていても最初に見てる。うん。ヤギ面白いよね。ねえ、これを機に韓国のドラマをいっぱい見ようかな。みんな可愛いし。可愛いよね。あれが見てみたいよね。なんだっけな、なんだっけな、頭にあるのに出てこないわ。あのあれです。なんか人気のやつで、なんか恋愛バトルみたいな感じで、なんかあのあれです。なんか一人の男性に複数の女性がなんかこうバトルみたいな。
あれ、あれ見たいんだよね。あー、あ、そう、バチラー。バチラーか。バチラー見たいんですよ。そう。バチラー見たいんですけど、どうやったら寝れるのあれ。芋すぎて、芋すぎて見方がわからん。田舎っぽすぎて見方がわからんのよ。アマプラだった。普通に見れた。マジか。アマプラかよ。見ようじゃ。うん。そう。バチェラーが見たくて。シャラさんのやつ見たいなーって思ってます。面白い？それは見ないといけない。前のバチェラーに知り合い出てた。本当にどっち側なの？男性側なのか女性側なのか。そう、ああいうなんか恋愛バトルみたいなのちょっと興味がありますね。どの子が選ばれるのか予想をしながら見たいやつ。うん、12月26日のオンラインサイン会初めて参加するの。おお、嬉しい。ひなもめっちゃ楽しみだよ。ありがとうね、申し込んでくれて。うん、ね、複数の女性選べる権利派とか。確かに男性側からしたらちょっと憧れなのではないでしょうか。そういう選ばれる側の人間になるの。ひなちゃんを選びます。ひな絶対参加できるような人じゃない。うん、その参加できてる女性もなんだかすごい、なんかいろいろね、すごい人がやってそうな、すごい人が出てさ。じゃない？なんないだってじゃない。スーパー、スーパー女性たちが。憧れるね。ね、わかる、世界が違いすぎて。ひなちゃんを選ぶが、マジか。複数の男性を選ぶ側か。ちょっとそれはな、それはちょっとな、おどおどしちゃうな。芋になっちゃう、お芋になっちゃう。ひなちゃんそんなところにポッて出されたらお芋になっちゃうよ。芋になっちゃう、芋に。うんうん、お
女の子が選ぶバチェロレッテというものがありますので、ぜひそっちもあるんだ、いいね。そっちも気になるな。うーん、 SP としてお守りします。嬉しい、お芋になってるところを守ってくれるんだね。うーんってなっちゃうか。ひよちゃんですか。そう、ひよちゃん、ひよってるやついるになっちゃう。おつぴお様です。どういうことなの。おつぴおですね。でももうちょっとしたらさ、もう10月が終わるっていう恐怖感がある日の中で、ああもう今月も終わりなんだっていう。わかる、このあっという間に月日が経つ恐怖感を。みんなわかるかい。やばいよ、もう本当にやばい、もう本当にやばい、もう2021の終わっちゃう。やばい、本当にやばい。早いよね、と考えても19歳になっちゃう。やばいやばい、来年もやばい、もう成人式があるんだ日の。信じられない、この世の終わりだ。あっという間に成人になりそう。ひな、この世の終わりを感じるよ。みんな成人式か、怖いよ、この世の終わりだ。ひながもう大人になるなんて、この世の終わりだって感じなんだけど、みんなはどう。絶対もう20歳になる自分なんて想像がつかなかったんだけど、もうそろそろ想像がつく気がするよ。まだでも想像つかんけど、うん、ね、やばいよ本当に。なんか目の中に入った。今何歳の気分？17歳、17歳の気分です。だがもう19歳になって20歳になります。やばいね、永遠少女かもしれん。大人にならず。本当に大人になるね。もうまずいよこれは。やばいよーみんなー。ね。だって自己紹介の時に、はい、ST48 山口県出身、20歳のって言うんだよ。もう信じられないもんひな。
成人式ってさ、いつ行われるんだっけ。1月だよね。ん1月3月んあれどっちだ。1月、1月だよね。ってことは、いや本当にもう体感もうあと1年っていう感じでじゃん絶対体感で言ったらもう多分日の中ではそう1年って感じなのよ。もうね11月と12月はあっという間に終わる気しかしないの日の中で。だってもう10月がこんなにもあっという間だから、あもう11月も12月もきっとこんな感じで終わっていくんだっていうのがある日の中で。そうだから体感あとも1年ってこと。やばいなね。そうなん、ひなまだギリギリそうなん19歳の時にもう成人式をやるっていう、あの絶妙に気分を、まあ19歳なのになという時だよね。うん、信じられない本当に。複雑すぎ、いやだ嫌になってきちゃった嫌になってきちゃった。うん、え、そうなんや。成人式終わった後もさ、なんかみんなでイエーイ乾杯みたいなやつにはひなできませんからねそうなんや、ちょっと悲しいよね。みんなやってるんでしょ、だって成人式終わりは1月生まれの人たちはもうイエーイってしてるんでしょ。なんて答え、仲間入りもできないのか2月生まれと3月生まれの人権を持たせてほしいな。そう、着物はね多分ねピンクにすると思う。うん、本当に私はこの人生でピンクに何度お世話になったんだろうっていう気持ちがやはりあるのでピンクです。はい、ピンクです。きっとピンクしか勝たんよな、それな。お芋生早生まれだったから成人式の後仲間入りできなかった。人権がないもうなんか自分の好きなものを詰め込んだようなものを置きたいな。1月生まれだからギリギリ楽しめる、いいね、楽しみなさい。うーん、フリフリしてたいな。フリ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 ピンクちゃんになろ。あ、マイメロになろうかな。マイメロなんだけどね。え、友達みんな成人式のために髪伸ばしてる。ひなも伸ばさないと。そう、でも今伸ばしたい気に入ってるの、ひなの中で。まだ全然伸びてない酒も玉子も手を出さなくてよかったと思ってる25歳。それはそう、
ズブズブになってはダメだぞみんな。ダメだよ絶対に。まだ成人式迎えてないのめちゃくちゃ大人っぽい。本当にやだ嬉しい、ありがとう。全然迎えてない、あと1年ぐらいしたら迎えますけど。言うほどか、全然って言うほどじゃん。中津アートの友達との酒が一番うまい。みんなやってるよね、イエーイって。まあでも今は見ないけど、本当に全然見ないけど、あのコロナとか流行る前はね、よくやってるの見ましたよ。ひなも絶対にタバコは吸わない。絶対に吸わない。え、本当に嫌いなの。本当に嫌いなので、はい、絶対に吸わない。安心してほしい。そう、え、本当にこれだけは言える。うん、うん、ね、絶対嫌だもん。そう、なんかもう無理すぎ。無理すぎる。そんなにって、そう、ひなちゃんのヨシオイスがガレガレになる。ひな絶対さ、なんかめっちゃよく言われるのが、声質的になんかすごい弱そうな声してるって言われる。なんかね、なんて言ったらいいんだろう、息が多いのかな話すときに。なんかね、そういうなんかなんだろうね、そうなの、なんかすぐガサガサになりやすいので、絶対に向いていない。そうそう、まあよく言われるんよこれ。なんか初めてお仕事する方とかに、すぐノートがやられちゃいそうって言われる。ノートがすぐやられちゃいそうってよく言われる。シティホテルの岩田ひなです、よろしくお願いしますみたいな感じで、あ、そうなんですねみたいな、普通に会話するじゃん、すぐ喉がやられそうな声だねって言われる。なんかでもそういう話をしてる時にね、なんか最近乾燥がやばくてみたいな話をしてる時とかに、あ、でも確かにすぐ喉なんかやられそうだねみたいな、やられそうな声してるよねって言われるんよ。そう、本当に何もできない。そう、うん、うん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 、ね、あと多分個人的に自分があのコミュ障なので、コミュ障なので人と話すときもっとなんかこう声がなんて言うんだろう、初対面の人と話すときもっと声がなんか軽そうな声で話しちゃうよ。いいな。え、これ本当に
直したいんだけど、そう、話しちゃうからね、もうね、もうそろそろ思われちゃうんだと思う。そう、緊張するとどんどん縮まっちゃうんよ。わかる？え、嬉しい、分かってくれて。そう、ギュッてなっちゃう、声が。声変わりってあったの？絶対あるでしょ、それは。絶対バブの時はこんな声じゃなかったよ、ひな。ひながバブの時はこんな声じゃなかったよ、絶対。もっとバブな声だって、あわわわみたいな。プーシャンみたいな、そういうね、恋してたと思う。聞いてみたい、ババの頃のやつ。確かにみんな聞いたことないだろうからね。ひなちゃん綺麗なお姉さん系だからめっちゃ好き。え、嬉しい、ありがとう。バブちゃんの真似。バブちゃんって何話すっけな。今も少しバブってる。え、本当に？バブってないよ。おかしいの。ってなんだけど。今日のツイッターの写真、彼女でした、ありがとう。彼女だけど。今日何時まで、あ、もう10時だね。そろそろ終わろうかな、じゃ。すごいたくさん。いやいや、受験なんですね。よかったらフォローしてください。そう、バブのひな、ちょっとなんか動画があったらいつかね、それこそひなが二十歳になる時ぐらいにね、みんなに公開しようか。ね、楽しみにしておいてください。公開を。ひなのね、本当に赤ちゃんの頃本当に可愛いよ。あの、これは止まらないと思う。だからみんな、うん、自画自賛していくスタイル。本当にひよこみたいなの、なんかそう、なんかお目目まん丸で、なんかみたいな顔してる。まんまる、顔もまんまる、全部まんまるなんだけど、そう。じゃあ読んでいきますね。ランキングいきます。13位、はなちゃん、大好きなぞ。じゅー。
ありがとう。そして12位、瀬戸京太郎さん。瀬戸京太郎さんのことが好きなさん、おめでとう。11位、加藤さん。加藤さんのことが好きなさん、おめでとう。10位、安兵衛さん。安兵衛さんのことが好きなさん、おめでとう。9位、ツーさん。何歳のひなちゃんも好きなさん。あら、嬉しい。これからも愛してね。8位、レイブンさん。大好き、ラブラブなそう。ひなも、ラブラブなそうだよ。ありがとう。7位、ケンイチさん。ひなちゃん、今日も超大好きなそう。ありがとう。ひなも、超大好き。超大好きなそう。6位、ソウルメイトさん。ソウルメイトさんのことが好きなさん。5位、おばちゃん。ひなちゃんと過ごせる幸せな時間。あら、ありがとう。今日も一緒に過ごしてくれて。そして4位、もちもちもちーさん。もちもちもちーさんのことが好きなさん。3位、ドリンさん。ドリンさんのことが好きなさん。2位、ザッキーさん。ももちゃる。お、なんかこういう顔文字嬉しい。守っちゃって守っちゃって、だって守っちゃって、ひなのこと、うん、いっぱい守っちゃってください。そして1位がドゥルルルルパパーン、ホーテッド&坂道グループイコール木貝さんです。アシャッタのために、話題準備中。お、話し会のあれをんネタをね、いっぱい考えてくれてるのに嬉しい。ひなもね、もうたくさん話したいことは山ほどあるので、結構の間話してないから本当にめっちゃ楽しみです。はい、いっぱい考えといてね。はい、パチパチありがとう。皆さん今日もね、配信見てくれてありがとうございました。スペシャルギフトとかコメントもたくさんありがとうございました。読めてない皆さんごめんなさい。でも次の配信では読まれるかもしれませんので、まだフォローしてないよって方はぜひぜひここにあるハートを押してフォローして、次の配信もまた会いに来てください。そして、インスタグラムとツイッターもやっておりますので、まだフォローしてない方はそちらのフォローもどっちもよろしくお願いします。毎日投稿してるんですけど、今日はですね、びしょ濡れの画像とツイッターにはびしょ濡れの画像と、インスタグラムには濡れた後のちょっと乾いた画像を載せております。はい、どちらもぜひぜひ見てください。そして TikTok はね、そう投稿してますので、ぜひぜひ TikTok の方もフォローよろしくお願いいたします。いいですかね皆さん。そう、いい女だった、ありがとう。そんなことない。はい、ということで、本当にね、今日も配信見てくれてありがとうございました。そう、あざとワンツースリー撮らないといけない、私は動画をいつ撮ろうかな。 TikTok の動画なかなか撮るタイミングがなくてね。そう、頑張って撮ります。そう、でもお話し会で結構ね撮れたらいいなと思っています。うんうん、そう、ぜひぜひ見てくださいね。うんうん、そう、それでは今日も一日おつぴよでした。また会いましょう。